毎年1000試合を超える J リーグ。その中継を支える裏側を大公開。僕たちがやるのは目の前にあるサッカーをいかに面白く見てる人に分かりやすく伝わるかだと思いますし、中継スタッフの作業場に定点カメラを仕掛け、 J の裏側を覗き見しちゃいます。このゴールが生まれた肝になったとこはなんだみたいなのを多分ストーリーっていう感じだと思う。裏 J、 もう一つのストーリーですね。後半の45分スタートです。左エンド神戸、右エンド白いユニフォームセレッソ大阪です。三上さん、この後交代あるね。ああ、いやバックショットでいいよ、バックショットでいいよ。真ん中行きます。そして神戸です。ああ、イニエスタを変えて中坂ですか。はい、10じゃあ CG。 イニエスタは交代です。中坂が入ります。じゃあ CG アウト。さあ後半リスタート。はい、リスタート。スタートです。現場を取り仕切るのは西中聡さん。彼の仕事はプロデューサー兼スイッチャー。試合を撮影する通常12台のカメラから放送する映像を瞬時に判断し、手元のボタンで切り替えています。西中さんと一緒に中継する映像を決めるのがディレクターの渡田真嗣さん。まさかいいね。それに対してもセレッソはしっかりと最後のところでは粘り強く戦ってますから、はい、まあ、ボールは散らばってんねんけどな、イニエスタがおれへんから。おっと、ちょっと監督の下で叩き込まれた。このあと41アウト10位です。10位、はい、それをロティーナ監督率いる神戸がどう崩すかという。うん、高いボールを入れていく。最後はゆるき菊池。菊池か。これで交代か。はい、3回目交代ね。2回目白20 V3 ゴールシーン。中継では注目のプレーを瞬時に判断し、ダイジェスト映像を編集、いつでも振り返られるようにしています。 V3 です。はい、 V3 スタート。神戸もボージャン4周からこのタイミングで変わります。10秒9つ8 7 6 5 4 3 2 1ここまで OK。 バトリッキーか。早いよ。いやー完璧です。よーいったな。ハイライトはキープします。得意な形ですよね。まあ V1 キープだなと。ここで今最後シュート誰やったっけ。北野最後38番。会話に参加してきたのは J リーグ実況でなくてはならないポジション、フロアディレクター。その役目は実況アナウンサーに中継指示を出し、中継者スタッフとの仲介をすること。ブロック牧野。牧野です。カウンターからハイライトいきますね、はい、メンデスのとこかな。あれは決めるかね。白 38V1 キープ。大迫、まあちょっと行きづらいけどな。うまい、大阪うまい。前を向く。おお、どこ見てた。見ていました。さあ、ボージャン。いない。あ、井上潮へのパスだったでしょうか。攻撃のアクセントになるかどうか。
タッチライン割ってるだろう。11壁いかがでしょうか。 OKOK、 11OK、 ゼロやね後半、うん、神戸20と14が準備してます。中継ではピッチサイドにもディレクターが待機。中継者からは見ることができない選手交代のタイミングなど現場の情報を伝えます。交代何って16アウト20イン23アウト14インです。 V1 スルーパスでいける。 OK、どうだ、面白い。これはスローインか、ね、メンバーチェンジここでやる、はい、メンバーチェンジ、メンバーチェンジ、はい、アウトが16と23。先ほどのピッチディレクターからの情報を参考にカメラマンへ撮影対象を指示する渡田さん。状態でしたね、はい、中坂前を向いた。ここもサイドを変えま す, です、ね、ここに入った時の動き出しですね、うん、そう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 、これは出さない、時間使わない、はい2キブね、時間使ってほしいんだけど、はい3キブね、おおあっ、清武選手準備してます。はい、そうなんですけど、なんでお前知ってる選手やったら名前なんねん、10番ちゃうんか。すいません、清武しか知らないのお前。うーん、必ずここに入るっていう、なんかね、面白い。いやー、坊ちゃん、超大坊ちゃん、選手交代ここで入ります。スローなしで選手交代ね。2回目アウト、白41。ディレクターの指示に瞬時に反応し中継する映像を切り替えていきます。はよせ言われてるのに、清水戦で負傷交代をして両足のハムストリング損傷。 OK、 CG 入ります。クルリン、まあそらアウト、ありがとう。じゃあただ良きとこで比較を。そうですね。入ってやはりこうチームの攻撃力、まあ、ためっていうところ、周りの動き出しもまた変わってきますから。ヴィッセル神戸。ブルーノメンですから清武、清武。いや早い、おい、ナイスボート、クーまだまだノーファール、はい、粘れ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 、うまい。アディショナル4分、はい、いまい、大迫頑張っとるけど、よしよし、西尾行く、さすがにファール取ったね。今4分出た、赤20ね、アディショナル4分。この両チームのこの中盤でのこの時間帯での、もうヴィッセル上がりっぱなしね。中坂縦パス、うん、大迫、うんうんうん、ケケチュー、いやー、 V1 ボージャンのパスからね、もういや、まあ、決まったかと思いましたね。山井さん、キープします。網張っとる前、その前は棒じゃなかった。あ、はいはい、そこからね、そこからね、あの2人がゴールを合いました。はい、 V1 キープ、ヘディングはアイですね、アイですね、 V さん奥飛んでるからね、ボール分からへん。17番10、おまあ、うまくね、サイドから中行きます。 V1 っていうところの V1 行くか、ああもう大丈夫です。山崎さんキープします、菊池ヘディングし、菊池ヘッド、はい、はい、スローイです。V1 と前川に下げます。 V3 10日目で V4 5日目もいけてる。監督リアとかない、Q がないんだよね。あ、そっか、話したとこだった。さあ、ここで上がる時間を作ります。そしてサイドを変えます、小林へ縦に入った、いやー、ボジャン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 、奥ので割れて、あかん、これで終わりや。プレイヤーですけど
ごっちゃんもうベンチ行っちゃおっか。試合の終盤はどう中継を終わらせるか、ストーリーを組み立てながら撮る映像を指示。取られた。酒井、ここは前でプレッシャーかけてブルーノ・メンデス、前川クリアしところで、ここで笛、0対1。関西対決は10日目です。おーい、ごっちゃん、それもらおう、エンジンもらおう。カメラマンがエンジンを取れる位置まで移動。4キープ。じゃあ V1 スタート。はい、上は OK、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。9時間にわたるこの日の中継が無事終了。最後に渡田さんと西中さんへこんな質問をしてみました。なんかもう週末そのものというか、もうずっと中継やってて、あの土日はなんかもう必ずと言っていいほどどこかのスタジアムにいるので、僕の週末っていう感じです。できるだけ生の映像を撮りたくて、それをできるだけ、表に出せるように、それだけです、はい、音声さんもそうです、スローもそうです、全てのスタッフに感謝です、はい、これ良すぎるコメントやから思わないですね。また照り隠す。いや、全てのスタッフにとか言うとね、おまかいな言われるからですけど、まあまあまあ、そうありたいですよね、だからね。